クライブバーカーは、イギリスの小説家、脚本家、映画監督。クライブバーカーの表記も用いられる。ホラー小説とダークファンタジーの書き手として知られる。ホラー小説から始まったキャリアは初期を代表する短編集、地の本シリーズとして結実し、これによって、世界幻想文学大賞と英国幻想文学大賞を受賞した。スティーブン・キングが、 バーカーの作品を絶賛している。最近では、ホラー要素を含んだ大作の現代ファンタジーに重点を移している。バーカーの作品は、私たち自身の中にも存在するファンタジー的な世界や、超自然的な性の役割、複雑に絡み合った、神話学の構造などへの描写を特徴としている。映画監督としての顔も持ち、代表作は、 自身の小説、ヘルバウンドハートの映画家である、ヘルレーザー。常に、ホラー映画に重点を置いており、ミディアンや、ロード・オブ・イリュージョンも監督している。初期の短編映画、ザ・フォー・ビドゥンや、サロメは、シュルレアリスム的な要素のある実験にアートでもある。多彩な視覚芸術家でもあり、様々なメディアで活躍している。時には、自身の本のイラストを手掛け。 古典を開くこともある。自身が監修を務めたゲーム作品、クライブ・バーカー、エス・アン・ダイイングも好評を博している。同性愛者であることを公言している。イングランドの港町リバプールに生まれる。ビートルズの歌、ペニー・レインで有名なペニー・レインで、少年時代を送り、ポーやブラッド・ベリの小説を単独する。14、5歳の頃、ヒッチコックの監督作品。 サイコとジョージ・パルの監督作品、宇宙戦争の日本立上映を鑑賞、ホラー小説を書きたいと考え始める。著名なホラー小説家である、ラムゼイ・キャンベルの講演を聞いたことも、この思いに拍車をかけた。しかし、この時期のバーカーは演劇に熱中し、自らも、戯曲を執筆している。リバプール大学に進学。 英語学と哲学を専攻し、学士号を取得する。学生時代は劇場などでのアルバイトを行う。大学卒業後は、ロンドン北部のクラウチエンドに移住、演劇の世界へ入り、戯曲の執筆に力を注いだ。ありがとうございます。